はい、今日は2月の27日です。久しぶりに伊勢の国の城巡りに、出てきました。もう伊勢の城巡りもだんだん遠方になって、今回は2泊3日で、予定しているんですけど、昨日は春のような暖かかったんですけど、今日は一転して真冬の寒さですね。まあついてないです3日間くじけるかもわからんですけど、まあできるだけ頑張りましょう。で、ここは三重県の亀山市の方っていうところで、この森が川俣城っていう城跡ですね。今日最初はこの川俣城です。こちらにどうも川俣神社というのがあって、この辺がまあ城址だということですね。まあ先ほどで雨が降っていてもどうなるかとか、まあ、めげずに頑張りましょう。なんかすごいとこだな。この上に神社があるんだ。なんとなく城郭っぽいね、これね。あそこ石垣も残ってるわ。ライオンとかなんか土塁みたいにもあったな。そういうのもないのかな、これ。史跡川俣神社と書いてありますね。川俣城の案内あんまりないね。土俵まである。この神社の裏になんか土塁とかなんかが残っとってネットに書いてあったけど、まあまず神社参拝していくか。よしこの神社の案内にちょっと城のことも書いてあるな。川俣城は南北朝時代この地を領していた兜氏が築いた五稜ヶ丘陣屋を、なんだこれ、1214年伊勢の国の国主か北畠光政が川俣城と名付けただって。へえ、そういうことか。ああもうこの神社のこちらが広い平地になっとるから、この辺がもう宿泊があったとこなんでしょうね。おお、ご神木すごいな、この木も。うん、この辺も鳥居があったんかな、もうちょっとあんまりはっきりせんけど。ほんで、あ、これはなかなか堀、縦堀っていうかな、これ。お、これはなかなかですね。こちらが神社の東側になるんですけど、やっぱこれも、鳥居なんでしょうね。この境内が、まあ四角跡だと。で、その周りを鳥居がありますね。で、こっちも先ほど見たあの北側か大きな堀があったんだけど、それがずっとこうやって取り巻いてるんでしょうね。これも堀跡だと思います。こんな感じかね城の案内は一切ないけど、城郭はちょっと残ってたみたいですね。うわ、ここも深い堀ですね。これはこれは先ほど見たのあれだけど、だからこっからあそこにつながって向こうの北の大きな堀にみんなこう取り巻いてますね。うん、よし、川俣城こんなとこですね。ああそうか、ここ上がってた南側になるんですけど、
東側からずっとやっぱりこれも深いですけど、これも堀がやっぱこの境内ぐるっとめくっているんですね。はい、そんな感じです。いや、なんだこれ、なんだこれ、井戸かこれ、きっと違うか、あ、井戸だなこれ。ほう、水を叩いてるね。よし、大和街道って案内がありますね。関から片峠越えて奈良へ行く道か。現在看板があったらここだね。で、ここに上皇寺があって、片カジカ坂、カジカ坂、ここにカジカ坂城っていう、あ、あるか、ここに多分はっきりせんけど、あの辺の森なんでしょうね。で、今私はこの上皇寺を行こうとしてるんだけど、お寺がこの上かな、きっと。まあ行ってみよう。上司の日がありましたね、梶川坂城。上皇寺ってお寺あそこにあるんか、お寺、よくわからんな。やっぱりだから先ほど入った、ちょっと先に入ったんだけど、あの辺の坂道、この山だな、梶坂城やっぱこれが上皇寺の本堂なんだろうな、これちょっとお寺の本堂っていう感じがせんけど、で、やっぱりこの上が上司なんでしょうね。よし、あちら側が上皇寺があったんだけど、上皇寺の西側から山へ入る道がありますね。うん、ちょっとなんとなく山城っぽくなってきましたね。おう、これだな、多分この坂道、梶坂城、この坂道がその城の平原だね。よし、もうちょっと上まで行ってみるか。おう、これも行こうって言うんかな、掘り切り、切り通しって言うんか、掘り切りって言うんか、これを、まあやっぱりこれ咲いたんだろうな、山がつながっとるとこ、そうとしか思えんね。ネットにはこんなにこう載ってなかったけど違う山かな。よし、この城も兜城っていう跡で行こうと思ってるんだけど、その城の市場だと思いますね。これが先ほど看板見た大和街道になっていますね。で、道になんとか自然の森とかあった、だからこれ公園になってんだな。そんな感じですね。よし、こんなとこにしておくか。なんかこれはどうなってんでしょうね。駅があるんかな。この前のお寺が新福寺っていうお寺です。で、その上の山が、兜城っていう城ですけど、きっと山の上上がれんだろうな。非常になんか難儀するようなことがネットで書いてありましたけど、あれがほんで片駅か、きっと。へえ、なんとまあでいいのかな、これ神の福の寺。ここに中心案内が兜城だと。この兜城の城主は兜氏って言うんですけど、その菩提寺になってんだね。あ、兜氏菩提城と書いてあるね。だから墓があるんかからんね。兜城は鈴鹿が一帯を使用した戦国の武将の関氏の六代森政の四男四郎森宗が兜の祖になったんか、死になった、その。へえ。
だからこの関市っていうのは確か神山城の城主だったよな。あ、なんかそうか、こいつは秀吉に反抗したんか。秀吉の軍勢に敗れ兜城を捨ててこの地を去ったと書いてありますね。砂もきれいにしてありますね。ちょっとこれもお寺の本堂っていう感じがせんですけど、構えはいいですね。うちは鐘楼古そうだな。この鐘楼もいかんな、雨降ってきちゃったな。うん、これがきっと兜氏の墓なんだろうな。片家と書いてあるな、先祖代々。いいか、これ、県の指定の、ああ、これはいかんな。はっきり上り口の案内もないな、これ。墓の前を通って、ってネットに書いてあったけど、上がり口がわからんな。どうも道は崩落してないみたいですね。今その人が言ってました。まあこれが登場道なんだろうな、きっと。荒れてるね。ああ本当だ。道らしき道はないね。天使邸の史跡じゃいかんな、これじゃ。まああんまり上がってきなかったけどね。一緒にしよう。あっちにほんでも堀屋なんかあるのか。今見た兜山城、多分 あの山だと思います。そのすぐなんですけど、こちらの森が殿山城という城跡です。当選墓してありますね。あの兜山を支援する城がここにあったと思いますけど、いかんな、これ全然入れんですね。まあ山見てはいいですね。あの小高い丘が諏訪向井市場城という城跡です。単発にちょろっとあると思ったら奥にずっとあるんだね。そうだ、ここなんだ。車の世話になってるのか。そんな感じですね。なんか行こうかったっけな、これ。どう見ても中はすごいやぶですね。茶畑が主角跡か、きっとそうですね。これはどれかな、しかしこれ切り開いて茶畑になったんだな。もうやぶはこの周りだけだったですね。まれんは土塁なのかな、よくわからんですね。まあ土塁にしとくかね。一個を見た方が感じいいね。やっぱし土塁っていうよりか、こうバーッと切り開いたから層がこうやって残っただけかわからんですね。どっちかというとそっちの方が。あそこまで行ってみるか。やっぱこれ絶対土塁じゃないね。
茶畑を切り開いて果汁に残っただけですね。よし、そういうことにしとこう。案内はないです。これ行こうとはまた全然関係ないな。なんかこの茶畑のなんか肥料とかなんか置いてあるんだこれ、ね、こんなもんか。はい、終わり。このお寺が興雲寺ってお寺ですね。その奥の山が、押田城っていう城跡です。入ってく道がわかるかな。どっちから行くんだろうね。ちょっと興雲寺参拝しておくか。そこが興雲寺で、裏側に回ってきたんですけど、まあ案内は当然ないね。きっとここかな。ここが入っていけそうだけど、なんかやぶだな。この辺のなんか直通してるやつおるんか。あっちのやぶの向こうに道がありそうに見えるけど、どうなんかな。わからんな。ここが上がってるやつおるな。その上かな。もうちょっと行ってみるか。これ沢か。この上みたいな感じがするけど、転げ落ちる可能性大だな。案内がないからやりましょう。そうしましょう。あっちこっちよじ登ってるやつの形跡はあるんだよな。これここもなんかよじ登ってるんだよな、きっとみんな。だからこの水路にちょこちょことかって渡れるコンクリートがあるんだけど、まともの道じゃないね。まあよしにしよう。入れてこないな。これ水門まで来たけど、この道もなんかあるけど、そこで行き止まっちゃってるからな。この壁を登れなんてことではないよな。ここかわからんな。ひょっとしたらここ上がって斜めに上がってきそうだよな、これ。どうしようかな、悩んじゃうな。あそこまで行ってみるか。正解かわからんな。ここに池がありますね。で、こっちに道がつながってます。から不安ですね。もうこれさっき見た池の端っこだな、これ。まあ、やめた方がいいかな。ずっと中央歩けそうな道がつながってることはつながってるけど、もうちょっとだけ行ってみるか。これは何て読むかな。この宇治井って言うんですね。宇治井城っていうのがこの近くだけど、この二の夜神社、夜神社っていうかな。これじゃないんだよな。林光寺っていうお寺があるはずなんだけど、それがどこにもわからんだよな。この宇治井城跡っていうのは多分ここなんだろうと思うけどね。その林
く内が分かりません。今の神社はそこだけど、神社の南側にありましたね、臨光寺。おお、立派なお寺だ。だからこの裏の奥の山が宇治城跡。どっかから生えてくるんかな。登場道がようわからんな。あそこに墓地があって、そこに、まあ、なんとなく入れそうなとこ上がったんだけど、やぶだなこれ。この上にあるんかな。ダメだな、こっちじゃないな。わかりませんね、今日は。これなのかな。そこまで行ったら広くなってるみたいだな。あれの強引に入ったんだけど、ここから入れそうだね。墓地の一番南端ですね。これは違うんかな。もうちょっと下道がありますね。ちょっと入ってみるか。この道が正解みたいだね。ネットにこのお地蔵さんの絵が載っとったな。このお地蔵さんの横のこの道上がっていくんだろうね。結構急みたいですね。ちょっとでも行ってみるか。道、まともの道じゃないな。山の神様、無理やり上がる、よじ登るっていう感じですね。やば、無理やり上がりましたね。まあ、登るはなんとか上がったけど、降りるのが怖いぞ。上がったら、あ、これは降り切りだね。うん、こっちを踏んで、ちょうど降りが残っとるっていう感じだな。これはそうですね。よし。あ、ここが開けとるから、これは一つの車の跡なんでしょうね。よし。これはなかなか感じいいな。じゃあかなり絶壁ですね。これは自然の地形だろうな、これ。当然。うん。で、その多分その上が四角かなんかだろうね。まだ上があるか。段々になってんだな、これ。そんな感じです。この車、下は回り込んでんだね。で、この二つ目の車があって、その上にまた車があるか。案内が欲しいな。よし。1、2、これが3つ目。まあこれを四角としとくか。だんだんやぶになりそうですね。草むらです。じゃあどうだ。ふう、断崖絶壁ですね。台の城だったかな。この三段目のここを四角と思ったけど、まだ山頂は上に繋がっとるね。多分、これ三番目でまだ上に四角があるんでしょうね。ここも振り切るかな、これ。ねえ。まだまだ上に繋がっとった。本気でやめよう、ここでいい。なんだ、宇治城か。苦労したね。どっから上がってきたかわけがわからなくなってきたな。参った参った。こっちもちょっとでもなだらかか。こっちから行ってみるか。
やっぱりいかんね、こういうとこ入っちゃ反省。無事降りてこれた、よかったよかった。それでは反省、あんまり泣きところは上がらないのが鉄則ですね。よし、よかった。こんな踊りがあるみたいですね。宇治観光通り、そんな人とかやってないか、こんな人と踊るんか。先ほどのあの夜の神の神社ってやつだな、のところに入り口にある看板です。よし、これは長本神社でいいのかな。はい、この神社境内が、のろしの館があったの跡です。そののろしは先ほどの宇治城か、あそこの、家来だったみたいですね。神社の境内には土塁が残ってるって書いてあったけど、どうかな。あれまだなんか奥か、かなり境内入るうちになんとなく泥っぽいのが残ってますね。神奈今日は一つ、兜城にあったけど城の案内が全然ないですね。これが京本神社か。あっきりもあって、ここはまた別な踊りがあるのか。京本獅子舞、おお立派な獅子だ。よし、神社入る右手ですね。右手の方、これは東側になるけど、ここは結構立派な通りが残ってますね。通りっていうか堀っていうか、そうだな。あ、やっぱりこの神社の境内が館跡で、その境内の周りは土塁で守られてるんだな。これもそうですね。これはなかなか立派な土塁ですよね。その中はやっか。相当傷んどるね。あれが本殿か。で、この奥はすごい堀切りがあるわ。これはなかなかじゃん。あ、堀切りって昔やっぱ堀だったんだろうな。道がつながってるけど、なんかすごい工業団地がありますけど、この行き当たりこんなところしかなくなったんだけど、ここが多分前山城ですね。入っていけるのかな。私有地につき立ち入らないでください。すごい風ですね。これもやっぱ堀の跡だろうね。でも先ほどからの宇治城の下代の城があったところなんでしょうね。
あったとこなんですよ。ネットにそう書いてあった。こんな案内がないとこばっかりだとは思わなかったな。じゃあ、これも絶壁です。城郭がどうなってるか全然わからんけど、でも富士とか、この辺は気候がちょっとしっかりしてますね。ここが深いですよ、結構ね。もうずっと風鈴の下歩けるね。なかなか、深い堀ですよ、これ。どこまで続いてんだろうね。大きな堀で切って、こちらがちょっと開けとるから車が後なんだろうね。この車を守るように堀ができてるんだ。ちょっと思わぬ光が見れてよかったですね。ああ、すぐ出口がわからなくなるな。どこから入ってきたか本当わかんな。あっちに、あ、車が見えるな。こっちから上がってきたんか。最初見たんです、こいつか。なんだ、土地開発公社、会社の土地か、これ。個人じゃないんだ。すごいね、ここの工具、なんちも。書いてある会社の名前がわからんな。よし、次行こうかね。多分この森が城山城っていう城跡です。この上に大きな池があるはずなんだけど、入っていけるかな。何にもないかな。ちょっと池見てくるか。鍵かかってるから横から入りそうだな。何にもないね、ここも。宿行こう。今日はつまちょうど町の中にビジネス旅館を予約したんですよね。よし、またビジネス旅館どんなとこか紹介しましょう。よし、今日はこれで終わりです。この津の町の真ん中ですね。これがビジネス旅館です。ホテルじゃなくて。でも一応駐車場までありますね。はい。まあしゃあないですね。一泊3200円税込み。朝は軽食の朝朝食付きで、これは6畳か。風呂は24時間入るみたいですね。で、夕食はないから後で、今から外で食えるしかないです。まあ一泊3200円。朝飯がついて泊まりゃいいですわね。よし。